冨安三笘が招集拒否オーバーエイジ枠4人に絞られる。日本協会は1、2月のアジア杯期間中、A 代表の各選手に OA 枠出場の意思を丸、×三角で確認するアンケートを実施した。板倉は東京五輪に続く2大会連続出場を熱望した模様。一方で DF 冨安健洋や MF 三笘薫はクラブ事情やコンディション面を考慮し、招集を見送ることが決定した。パリ五輪に出場する U23 日本代表のオーバーエイジ枠としてボルシア MG の DF 板倉浩が招集されることが濃厚となった。MF 田中碧、DF 谷口翔吾、DF 町田も最終候補となった。三笘、冨安は怪我を考えたら致し方なしか。三笘、冨安は見送ってくれみたい思いもあるけど怪我が怖すぎる。後ろばっか並べたって点取らなきゃ PK 戦で負けるよ。高井も木村も悪くないのに千葉2枚使うなんてありえない。板倉大好きなんだけども個人的には冨安、遠藤、上田を呼んで縦だけで点取ってほしい笑い。この世代のボランチ悪くないからはおいらんくね。イラク戦見ると、DF 陣はテコ入れ必要かなと。CB は高さもう少し欲しいし、SB は対人の強さが欲しいかなと思う。守備強化したいのか板倉、町田でいいんじゃない？田中は重いけど、鎌田とか森田とかは？板倉はパリでアジアカップの汚名返上をしてほしい。竹は出れるのか？